今年はまあ収量的にも安定されて品質もまあ良い前年度さんはそういう感じでできたもんで、まあ輸出も増やしながらまた国内を大事に安定した出荷を計画してます。やっぱりその品質を重視した作り方を毎年毎年毎年みんなで勉強しながらいつもチャレンジ精神を持ってやっていきたいと思います。